鈴木美紀子は日本のバイリンガルアナウンサーである。元 NHK ワールド TBA 語リポーター、NHK 仙台放送局キャスター、メリディアンプロモーションに所属。2018年にアメリカのバブソン大学のビジネススクールにて MBA を取得。同年にハーバード大学の大学院に進学した。茨城県つくば市出身。カリフォルニア州サンタクルーズで育つ。 茨城県私立明径学園中学校高等学校卒業。上智大学外国語学部英語学科卒業。2009年から NHK 仙台放送局の報道番組テレマサムネのキャスターとして出演。週に5日50分の番組にて東北の最新のニュースを担当。2011年の東日本大震災を経験し、 被災地を訪れた著名人50名以上単独インタビューを行った。2012年から NHK 国際放送のニュースリンで英語リポーターを務めた。2018年5月にアントプレナーシップの分野で全米一位のバブソン大学ビジネススクールにて MBA を取得。同年にジャーナリズム修士号を目指しハーバード大学院エクステンションスクールへ進学した。 ありがとうございます。